まあ、クラスの中のコンピュータ数学という、タイトルです。まあこちらの方のは横長の資料もありますので、まあそうですね、まあ見ながら聞いていただいてもいいですし、まあ、そうでなければ話授業では話をに集中してもらって、まあ後で参考にしてもらってもいいかと思います。でまず僕の自己紹介をさせてもらいますと、僕は筑波大学の OB です。で、1991年と平成3年ですので、まあ、もしかすると皆さんが生まれるくらいの頃だと思いますが、そのくらいの頃にですね、この筑波大学の自然学部に入学しました。ちなみに、僕が入試を受けたのは、この部屋の向かいの 1D2 番4の部屋でした。で、僕がですね、その筑波に来た頃は、まあ、筑波センターですね、今の筑波駅があるところに降り立ちますと、でっかい看板があって、常磐新線、2000年開業を書かれていただきました。それ見て、10年後の時代って何やってるのかと、全く想像がつかなかったんですけれども、あっという間に10年経ちまして、今、その後、自然学院から大学院の数学研究科に進みまして、まあ、その10年後というと、まあ、助手になりましたけれども、でまあ、2000年になってもとりあえず、常磐新線という電車はまだ来ませんで、それから5年遅れてつくばエクスプレスが来ました。で、まあ、現在に至るという感じです。で僕の専門が、まあ、情報といってもその非常に大きな区切りでいろいろなことをやっている先生方がいらっしゃいますけれども、僕はその計算基数学というものをやっていまして、計算基数学といってもまだ大きな区切りなので、もう少し細かいことを言うと、まあ、計算代数とか数式処理と呼ばれるものを、研究をしております。で、その、まあ、今日の題はですね、まあ、その僕の専門とはその直接深い関わりがあるというわけかどうかほどでもないんですけれども、まあ、皆さんの身近な暮らしの中で接しているその情報をもたらすコンピューターの技術ですとか、それからその基盤になるような数学的な人とか、それから、その皆さんの暮らしの中で使っている、まあ、コンピューターの技術や、その基盤になる数学ということで、気象予報とそれから暗号という、2つの内容について、その数学との関わりを紹介したいと思います。で、まず、その気象予報の話から、入っていきたいと思うんですけれども、気象予報はまず私たちの暮らしに欠かせない情報の一つであるということは多分皆さん、疑うことはないんじゃないかと思います。多分朝出かけるときに天気予報をチェックしない人はほとんどいないんじゃないかと思いますけれども、ちなみに、まあ、ちょっと話逸れますが、ここ何日か寒い日が続いているなと思われる人はだいぶ多いんじゃないかと思いますが、筑波の気候で今のこの寒さどのぐらいの寒さかというと、大体真冬並みの寒さです。ですので、真冬はこのぐらいだと、基本的にはこのぐらいだと思っていただいたらいいと思います。で、真冬はちなみに、これプラス、風が、強い風が吹きますので、大体そのつもりで、来てください。で、まあ、早く、まあ、暖かくなってほしいもんですが、まあ、その気象予報なんですけれども、昔は、まあ、予報官と呼ばれる、方々ですね、今でも気象庁にいらっしゃいますけれども、予報官の経験と勘がものを言う分野、だったと聞いております。それがですね、今ではその気象予報にコンピューターが、活躍しているということは、誰が知ってるのかなと思ったら、案外そうじゃない人も多いんだなということは、こういう話を以前にしたときに。まあ、コンピューターが大事だとしています。でそのコンピューターがどのように活躍するかというのはですね、この数値予報と呼ばれるものです。
でこの数値予報というのはどういうものかというと、大気の状態変化を数値的に計算して将来の状態を予測する天気予報の、手法の一つであります。で、ここにありました図は、実はその気象庁のホームページに ありましたの で、非常によくその数値予報のあり方を説明していましたので引用させていただきましたけれども、大体ですね、皆さんパッと考えると、その天気っていうのは天気っていうのはどのようにこう変わるかっていうと、大体こう、太陽がありますから、その太陽の熱なので、大体こう海の水が温められるわけですね。でそうすると雲が出る。で雲ができたり、あるいはその気圧の変化ができたりすると風が吹いたりして、でこう雲ができると今度は雨になってこう地上に落ちてくる。でそれがまた水がまた海に流れたりして、こういう天気の繰り返しが起こったりする。非常に大雑把に言えばこんなことが起きているわけですけれども、これって実はその言ってみればそのエネルギーがこうぐる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 こう地球の地表の列ですね、巡回しているともう捉えることができるわけです。で、数学ですとかそれから物理の知識を使いますと、そのような大気の流れをですね、例えばその運動方程式などを立てることで、ある程度その数学的にそのどのような現象が起きるかということを予測することができます。あとはその、例えば流体力学とか、あと熱力学なんかも使って、そういったその大気などの動きをある程度こう掴むことができる。でそれに、この個々のですね、観測データを加えるわけですね。皆さんも知っていると思いますが、アメダスというのもありまして、例えば各世界の各地での気圧ですとか気温ですとか、風速、降水量なんていうものをこう観測データとしています。それに、このような物理的なこの法則をこう使うことによって、1日後の天気図、2日後の天気図、あるいは1週間後の天気図なんていうのを予想したりする。こういったものを、数値予報と呼んでいます。で、この数値予報というのは一体そのどのぐらい昔からやられてきたのかというと、実は、かなり昔です。僕も調べて驚いたのはほぼ100年近く前です。コンピューターなどない頃の時代ですね。でこの日はね、リチャネンという人が、初めてやりました。イギリスの人なんですけれども、しかもこの人リチャネンさんはテキューさんでその数値予報に挑みました。これは残念ながら失敗に終わったんですけれども、その失敗に終わったその要因はいくつかありますが、その中で主なものを、2つ挙げますと、1つはやっぱりこのリチャードソンが行った計算の元になるその理論ですね、モデルといいますけれども、そのモデルのかけ方に、若干その誤りがあったということが、後からの一回しだけで、そういった明らかになっています。あともう一つは、この時代にはその観測技術がその発達、今ほど発達していませんでしたので、実はその数値予報をするには、ある計算を始める時点での地球の状態、先ほど言ったような、気温とか気圧とか風速なんていう状態を、なるべくできる限り正確に知る必要があります。ところが、この時代にはまだそういう観測技術が今ほど発達していなかったので、そういう、計算の最初の状態がうまく、作れなかったというところが失敗の要因だったとされています。それでですね、失敗はしたんですけど、ただリチャードソンの夢と呼ばれる言葉が彼による言葉が残っているそうでして、それによりますと6万4千人の計算員が巨大なホールに集まり、指揮者の下で整然と計算を行えば、実際の天候の変化と同程度の速さで予報が行えるようになるでしょうということを予言しました。これは100年近く前の話です。コンピューターなんかの出現するずっと昔の話です。ですね、そういう
とてもですね、今のような時代をですね、その多くの人が想像していなかったこの時に、このような形でその数値予報が可能になるということを予言したということは、やっぱり、まあ、ある、まあ、一種の予知能力が非常にすごいのかなというふうに思いました。でその後、数値予報の方がどうやって発展したかといいますと、まず、1930年代から40年代にかけまして、この先ほど説明しましたその気象観測技術が発達しました。例えば、ラジオソンデっていうのは、まあ、要は風船をですね、こう空高く上げて、まあ、何千メートルの空の高層のこう気象観測を行うような器具ですけれども、ラジオソンデとか、それからあとレーダーというような電子機器が発達しました。それから、まあ、1940年代に入りまして、その電子計算機、まあ、今でいうコンピューターの開発が進んできています。で、その最初の数値予報にその成功した、ものがですね、ここにありますけれども、1950年です。ですから、第二次世界大戦が終わってすぐなんですけれども、でこのアメリカの、電子計算機エニアックというものを使って行われました。でこのエニアックというのは、まあ、歴史上最も最初に作られたコンピューターの一つとされております。でどのコンピューターが一番最初に作られたかというのはいろいろ歴史的な論争がありまして、いろんな説があるんですけれども、まあ、最初期のものであることには変わりはないんですが、でこのエニアックを使って、あるスタート地点からですね、24時間後の、研究所をですね、計算するのに24時間かかって計算ができた。ですので、先ほどのリチャードソンの言葉を思い出すと、その実際の気象状況が進むのと同程度にその予測ができるようになるなったのが、まあ、この1950年ということに。でその後、その最初の数値予報が行われてからわずか5年後の1955年にはそのアメリカで、その数値予報の評価が始まりました。で、日本ではその、まあ、ちょっと遅れてなんですけども、1950年から51年から、気象庁でその数値予報業務というのが始まっております。で、現在に至るという感じです。で、その数値予報というのはどのように行われるかということなんですけども、実はこれはなかなか複雑な話になりますので、まあ、今回はそのより優しい例題を用いて解説したいと思います。とは言いましても、多分優しいと言っても難しい、皆さんにはちょっと難しい部分が多いかと思いますが、まあ細かいところはいいですので、とりあえずこういう感じでやる、こういう流れでやる、こういう感じでやるっていう雰囲気を掴んでほしいと思います。で、今回その取り上げます例題は、まあ、こういう、まあ、説明も何でもいいですけど、板があるで、四角い板がありまして、でこの、板の境界ですね、この四辺のと、それから下部っていうのはこの板の下の方で、この黒板の奥の方からこう熱を加えましょうと。で、熱抵抗状態っていうのは、まあ最初冷たい板に熱を加えるとだんだんこう熱くなってきますけれども、それがある程度、熱が加えられますとその温度が変化しないような状態になるのが皆さんも想像はつくと思いますが、まあ、その温度が変化しないような状態ですね、その熱抵抗状態に達した時のその板の温度分布、U の XY って書いてますから、まあ常識的には、X 軸をこう水平にとって、Y 軸を垂直にとって、で、X、Y ってある点ですね、それぞれの点での、温度分布ですね。だから、例えば、この辺で何度とか、この辺で何度とか、この辺で何度とか、そういう、板の温度分布を求めましょうという問題をこれから、解いていこうと思います。で、条件は2つほどありまして、1つは、境界の温度分布は一定だと。
反対というのはこの、熱を加えるこの脇ですね。この脇は、温度分布は一定というのは、必ずしも温度が一定というわけではないので、例えば、この面ですと、まあ、この辺が、まあ、50度で、この辺が100度とか、そういう感じのことはあり得るんですが、まあ、それは、その点数でも温度が変わらないというのが一つの目の条件です。でもう一つは、その下から加える熱量は、まあ、一定である。だから、まあ、そうですね、だから下からは、熱は常に一定の量で加えるということを仮定します。でこの問題を解くにあたって、そのまずはそういう熱というですね、この熱がそのどのように伝わるかということに関する、そういう物理的な法則を使って問題を解く必要がありますので、そういう法則をどこから持ってくるかということになるんですけれども、ここではその、熱力学で、フーリエの基本法というのが知られていますので、それを使うことにします。まあ、フーリエという人は多分数学者としても有名ですから、皆さんも名前聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、例えばフーリエ中枢ですとか、それからフーリエ展開の名前も聞いたことありますが、それらのフーリエ中枢とかフーリエ展開とはまた別にですね、熱力学で、まあ、フーリエはこういう法則を見つけたということですので、そこを区別してください。実は以前の授業でこの話をしてですね、レポート書いてもらったら、フーリエ変換とかフーリエ変換とかっていう、まあ、この法則が化けてレポートに出てきていますので、これはあくまでもその熱力学における基本というルールです。で、ここではそのどういうことを考えるかっていうと、厚さが B の法則を言ったですね、で、幅が delta x で、高さがデルタ y という板を考えることにします。で、面 D というのはこの面ですね。この面で、面 A というのはこちらの左側の面なんですけれども、この面 B の方が、左側の面 A よりも温度がデルタ y だけ高い。で、こちらの方が、右側の方が温度が高くて、左側の方が温度が低い。低いという状態ですと、まあ、常識的に考えて熱は温度が高い方から低い方に変わると思われるんですね。じゃあ実際に、どのぐらいの熱がこの、まあ、伝わるのか。ちなみに、今はその熱は B から A へ伝わるって書いてるんですけれども、A から B へ伝わる熱量はって、なってますが、まあ、B から A でいうと、その A からB というのは逆向きになりますが、まあ、その辺はいいでしょう。で、その熱量を、まあ、9としますが、こういう式でこう表されるとあります。まあ、ちょっと難しいんですけれども、注目していただきたいのはこの部分です。この部分っていうのは、分母にこの A と B の距離があって、こっちの方にその A と B の温度差があります。ですので、例えばこの熱はちょっと違った話をしますけれども、なんか板にですね、板を傾けた板に水を流したりするときに、どのぐらいの速さで水が流れるかというのを考えると、その板の傾きが緩やかな時よりは、板の傾きを急にした方が、こう水は速く流れるっていうのは直感的に皆さん、想像できると思うんですが、でこの熱に関してもその物理的には違うんですけれども、同じ似たようなことが起こる。だから、これは結局その温度がですね、 A と B との距離に対して温度がどのぐらいその温度が差があるかということで、ある意味、温度の傾きを表しているんです。ですので、この A から B へ伝わる熱量っていうのは、この温度の傾きが急なほど、たくさん伝わるということをこの式が、そしてこの表していて、これがそのフーリエの基本則の教えているところです。で、それとあとその、まあ、その今回その
まあ、ある温度分布を調べるという際には、その、まあ、スタート、ある時間、ある時刻からスタートしてですね、こう何秒後となっている時間が関係してきますので、その、まあ、ある一定の、温度の A と B の間の温度 の, その傾きが一定であるならば、その熱量というのは、そのまあ、時間が長くすれば長くするほどたくさん熱が伝わるということを、これは。で、こう今の話がですね、そのフーリエの基本則の基本的な部分 で, でこれをその、まあ、先ほど与えられたその板の上で考えましょうという部分です。ですから今ではこの時間を、まあ、非常に短い時間デルタ t としまして、この短い時間デルタ t の中間にこの今オレンジで塗った部分で、こう熱の出入りがどのぐらい起きるかということを、先ほどのフーリエの基本則に従って求めています。で、それでですね、その一応熱の入る入り口というのは この今の、オレンジの部分というのは4つの辺がありますから、その4つの辺ごとに計算するということにしまして、で、左の辺がまあデルタ Q1、それから右の辺がデルタ Q2、それから下の辺がデルタ Q3 で、上の辺がデルタ Q4 というふうにして、それぞれの辺で その熱の出入りを計算することにします。で、まあ、細かい計算は、まあ後で興味のある人にじっくり考えてもらうとして、結果から言うと、まあ、こんな感じでこうそれぞれの辺で熱の出入りが起きるということですね。で、その先ほどのこの板、この部分全体の熱の出入りというのは、この各辺ごとの熱の出入りを和になりますので、この和を計算すると、まあ、ちょっと式は後でじっくり見てもらうとして、まあ、こういう形に表しています。で、まあ、以上がその、そのある、板のある部分での熱の出入りを表していますね。で、じゃあそれが、その温度の上昇にどのぐらい結びつくかっていうことが問題になるわけです。でそこで、先ほどのフーリエの基本則とはまた別に、その先ほどのオレンジの部分に入る熱量とその温度の上昇との関係を見ますと、これもまた別の法則が知られているんですけれども、こんなふうな式で表されています。先ほどのデータ Q というのはその、先ほどのオレンジの領域部分に入る熱の量の変化量 でそれに対して、まあ、このような式で表されています。で以上の関係をまとめますと、この場合、この右辺がその熱の入る量、で左辺が、それに対するその温度の上昇率というような、一種の方程式になるんですね。で、でこのオレンジの部分の辺の長さがそれぞれ、確か横がデルタ X で縦がデルタ Y でしたから、これそれぞれ0に近づけて極限をすると、まあ、こんな形になって、あと、もう一つですね、そのこういう熱を考えるときは熱伝導率という、係数が出てきます。熱伝導率っていうのはその物質によって、一般的にはその物質によって決まる熱の伝わりやすさの、まあ、定数ですね。例えば皆さん直感的には、例えば金属は多分熱を伝えやすい、それから、まあ、プラスチックのようなものはどちらかというと熱を伝えにくかったりするということは分かると思いますし、あとはその、お茶なんか飲むときに、まあ、瀬戸物ですと持ったとき熱いですよね。なんで熱いかっていうと、その中身のお茶からすぐに熱が外に、お茶の茶碗の外に伝わってるからですね。逆に、まあ、僕今持って歩いてるんですけど、こういう保温のラムなんていうのは全然熱くならないわけです。熱くならないのは何でかっていうと、その熱がこの外に伝わってこないからですね。そういう差がいろいろ物質などであります。で、まあ、それを熱伝導率として表しているんですが、まあ、これが一定とすると、まあ、こういう形の、方程式になるというわけです。まあ、ちょっと難しいと思いますけども、まあ、とりあえずこういう結果が得られるということだけ見ておいてください。で、でですね、一応その、
これから求めるとする板の温度分布っていうのは、こういう方程式、微分方程式でもこの微分方程式を満たすということがわかります。最初に熱傾向状態の場合というのは、その熱の出入りがなくなると、まあ、こういう形で、相対圏がこの熱の出入りなんですが、それがない。それから一方で、まあ、外から熱が加えられると、この、右辺のところにこの熱量が来て、これを取っていくことになります。で、まあ、こういった微分方程式は、その楕円型偏微分方程式と言っています。で、さらに、ここではその境界条件というのを考えます。境界条件というのは何かというと、境界ですね、今でいうとその板の外周でそのどのように熱を与えるかということで、その板の温度分布が決まりまして、ですので、こういう問題を解くときには一応その板の外周での温度分布をこういう GXY という関数として与えて、温度分布を計算するということで、でこのような問題と問題を解くと、まあ、境界値問題というふうに言います。で、実はそのここまでがその問題をいかにして作るかという話で、結構、まあ、辛い人もいるかもしれませんが、問題を解く解き方はここからなんですね。で、実はここから先がその、まあ、計算機に特化した問題の仕方ですので、まあ、そのつもりで、聞いていただきたいと思います。数値解放といいますのは、できる、まあ計算機なんで、その問題を特殊に使えるものなんですが、ここではその差分法という方法を使います。で、まあ、問題にさっきいろいろ書いているんですけれども、まあ、先ほども最初から言ったように、板の温度分布を求めたい。で、板の内部ではこういう方程式が成り立っている。それから、熱源通りから一層します。からあと、FXY、ここに FT がありますが、これは外部から与える熱量で、それからあと、板の境界での温度分布は、まあ、ある関数で与えられているということになります。で、まあ、計算機を使いますと、結局、普通の数学でやっているように、無限項の点を扱うことは原理的にできませんので、まあ、例えばこういう板があったとして、しまして、この板の座標を入れますね、こんなふうに、まあ、横に x 方向に0から1、それから縦 y 方向に0から1というふうに、まあ、板を座標をつけまして、でそれを、まあ、こんなふうにこう、板を分割するわけです。これはまあ、全部で4分割した例なんですけれども、で今回問題を解くときには、このオレンジの点で その温度をまず求めようということですね。それからあと、この黄色い点は、この板の、境界に当たりますので、この黄色い点での、その温度分布っていうのは、あらかじめこう分かっているので、で、まあ、ここでですね、その、まあ、微分方程式を解くということなので、まあ、その微分を計算するんですけれども、実際にこの計算する点は限りがありますので、微分の代わりに差分というものを考えます。差分というのは、例えば、まあ、この点で の微分をしようと思うと、まあ、多分皆さん同関数なんかだけ、まあ、自分で一応1年生とかやってると思うんですけれども、同関数を計算する代わりに、例えばこの隣り合う2つの点、隣り合う2つの点での、まあ、関数の値からこう、傾きを出すわけですね。その傾きを出すことで、まあ、微分、微係数の代わりに使おうというのが、この、という場合です。まあ、ちょっと細かいところも難しいんで、まあ、差分、微分の代わりに差分を、まあ、使うと、思ってもらえればいいと思います。でそれを代入、してですね、この方程式に代入していって、
XY 方法についてこの差分を行いますと、実はその微分方程式はこのような、この点での温度に関する、一次方程式になります。でこれをですね、これは多分、これは確かその一つの点に関してこういう方程式を作ったんですけれども、これはその中の9つのオレンジの点が全てに対して同じように方程式を作るという、連立一次方程式を持っていることになります。ここはこういった連立一次方程式にしました。で、ちょっとこれは、こういう表し方は多分これから1学期の選挙大戦で習うと思うんですが、連立一次方程式を使って解くということを繰り返すことで、この赤い線での温度分布を計算できるというのが、この、解き方の大雑把な流れです。細かいところはちょっと難しいと思うので誘いましたけれども、要はその微分方程式の問題を、連立次方程式にこう直してこう解いてしまうという話です。で、以上がその、例題の解説だったんですが、実際の数値方法はその基本的には同じ流れで解いてまして、ただ解き方はだいぶ違いますが、一つは最初の数理モデルの構成というのを行います。これはその、大気の状態は記述する方程式なんかを使いまして、やるんですが、今回の例ではこういう、大型の変形方程式を使います。で、再復活できましたら今度はその問題を差分化します。今回の例ですとこのように方式点を考えて、このオレンジの点での温度分布を求めるというようなことをしました。で、数値法の場合はこれに、初期値の設定ですね、今の例題ではその境界条件を設定したんですけれども、実際数値法では例えば観測などを行って、ある時刻0での、気温や各地点の気温や気圧などを設定できます。それからあとはひたすら計算をするということになります。でそうしますと、こういった微分方程式の数値解法ではそのしばしば大規模な連立一次方程式を解くという、しかも何回も何回も繰り返して解くという操作が計算が必要になります。でこれはですね、皆さんいつも使っているパソコンの能力は、例えばその僕が、筑波大入学した頃よりは飛躍的に向上しましたけれども、コンピューターの能力が向上すればするほど人間が解かせたいと思う問題の大きさもどん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 大きくなっていくので、なかなか、計算をするというのは大変なことになります。で特にこういう問題ですと超高性能計算をするような能力の機器が必要になります。でこういった、計算やそういう計算をするための技術をですね、ハイパフォーマンスコンピューティングと、頭文字で HPC と呼ぶことがあります。で、その筑波大では実はそのこのハイパフォーマンスコンピューティングである分野で非常にリードしている部分が、あるということを一応皆さんに知っていただきたいと思います。でこれは主に物理の方で行われているんですけれども、これは、今から、10年ちょっと前に当時の計算物理研究センターで作られた、CPPACS と呼ばれる、スーパーコンピューターです。でこれはですね、物理学の計算を、主目的に作ったものなんですが、スーパーコンピューターではトップ500という計算スピードの、リスト、トップ500、上位500位ですね、世界の上位500位のリストがありまして、毎年2回発表されているんですが、これが作られた1996年11月に、このトップ500の第1位に登録されました。でこれは大学主導で作られたスーパーコンピューターとしては非常に画期的なことだったということです。でそれから現在
ではですね、T2K というスーパーコンピューターのプロジェクトがありまして、でこれは、筑波大と東大と京大ですね、だから T2 というのはその筑波と東京 の, その T が2個あって、K は京都の県ですけれども、でその、3大学でその、まあ、こういう仕様で作りましょうということを、まあ、話し合いまして、でそれをもとに、作られたコンピューターです。でこちらの方はおととしから稼働しています。まあ、皆さんの中にもしかすると将来、こういったスーパーコンピューターを使う機会がある人もいるかもしれませんけれども、まあ、一応そのつくばにはこういう設備があるということを、知っていただきたいと思います。ということで、一応これで前半の話が終わりです。ちょっと息切れした人もいるかもしれませんが、後半の話は暗号の話をしたいと思います。で暗号と言いましても、実はその用途が2つありまして、で1つ目は皆さん多分よく知っていると思うんですが、秘匿という話で、その他人に内容を知られないようにこう情報を送るということですね。でもう一つ暗号グループには認証というのがあります。これはこの情報が申請であることを保証する。ですから、そうですね、例えば皆さん、例えばメールとか使うときにそのログインというのを やると思うんですが、ログインのときにパスワードを、入れると思うんですけれども、あれもまあ一つの認証ですから、皆さん、個人情報が、まあ、他人が成り済ましてないということを、確かめるために、一つの手段として、パスワードというのが使われているが、暗号も実は同じように、両方使えるということは、あります。で、そこで、多分皆さんがほぼ毎日使うであろう暗号ということで、この SSL というものを紹介します。この画面は、多分、皆さんよく知っていると思いますが、ツインズの学問システムの画面ですね。で、このツインズ の, そのアドレス、ここが流れていますけれども、ここにでですね、HTTP の後ろに S がついています。ここが実はポイントです。普通、よくウェブページのアドレスの方は http://となっています。HTTP の後ろに S がついていますと、これは、一種の暗号化をした通信を行っています。これが SSL といいまして、セキュアシークレットレイヤーというものなんですけど、それを使っているということに注意してます。で、この、例えばそのチームで、HTTPS を使うことで、2つのことが、行われているんですが、1つは秘匿ですね。これは、皆さんがそのどのような、そうか、皆さんがまずログインの時に送られるパスワードを、暗号化している。それから、実際に皆さんがどういう事業を履修登録したかということは、第三者には分からないように、されています。でもう一つ大事なことは認証ということで、実はこう皆さんがアクセスしているこのサーバーが本物のツインズのサーバーであるということを保証するということが、まあ、認証に当たります。最近、フィッシングっていうのを皆さん多分聞いたと思うんですけど、聞いてると思うんですけれども、まあ、例えば、銀行のインターネットバンキングなんかに見せかけて、別なウェブサイトに、ユーザーを誘導して、そこでこうパスワードをこう騙し取るみたいな手口ですね。で、そういうことが、起こらないようにするためには、例えばその皆さんがアクセスを見ているサーバーが本物のツインであるということを確かめる手段が必要になります。実はこの SSL というのは、そういったことを保証するという用途にも使われています。で、その暗号なんですけれども、どのぐらい歴史が古いかというと、どうやら、まあ、僕も少し本などを見ましたが、まあ、人類の歴史と同じぐらい古いという感じらしいです。で、大体その、まあ、人間の社会生活を営みますと、何らかの情報が
発生しますが、情報が発生すると必ず、そこには暗号を使う、需要が出てくると思っても過言ではないということらしいです。で、昔々の暗号でよく知られているものに一つとしてシーザー暗号と呼ばれるものがあります。シーザーはあの古代ローマのシーザーなんですけれども、彼らが用いた暗号というのは、非常に基本的ですが、そのアルファベットをずらすという問いがですね、例えば、もともとの文章に A という、B という文字があったら、これを3個ずらして E に書き換えるというようなことで、一見、その元のなんか意味のわからない文章にしてしまうというものが、シーザー暗号と呼ばれているものでした。ちなみにこれは、どうやって破るかというのは皆さんもパッと思いつくと思いますけれども、何文字かずらすというのをこう何回か繰り返せば原理的には解けると思われます。でそれから、最近といいますか、20世紀での使われた中でその有名な暗号の一つとしてエニグマ暗号というのがあります。でエニグマというのはその謎というような意味があるらしいですけれども、これは第二次世界大戦前から大戦中にかけてそのナチスドイツが、大々的に使っておりました。で、特にイギリスなどはですね、ヨーロッパ本土からの補給というのがあったので、その必要だったんですが、その輸送船を片っ端からドイツの U ボートに、潜水艦ですね、ドイツの U ボートに沈められまして、非常に苦境に陥ったわけです。でどうしてもこのドイツの暗号を解読しなければならない。そこで、イギリス政府がですね、秘密の研究所を設立、情報機関を設立しまして、でそこで、活躍したのがチューリングという数学者なんです。でこの人は計算機科学の理論的な部分を非常に大きな功績を残したんですけれども、実はこの暗号解読で活躍した。で、このチューリングらの率いるグループはウルトラといったらしいんですが、このグループによって、数学的ないろいろな考察を行うことによって、ドイツのエニグマ暗号というのは解読できるというような歴史もあります。さて、この暗号化というときにですね、一応ちょっと鍵の話をしておきたいと思います。今はですね、画面にありますように、左側の、太郎さんから、右側にいる花子さんに、なんかメッセージを送りたい。で、ちなみに、暗号の論文なんかを読むと、必ずメッセージはボブさんからアリスさんに送られることがよくありまして、大体どの論文でもボブさんからアリスさんに送られるので、なんでかなと思うんですが、多分日本でいう太郎さんと花子さんみたいなもんかなと思うんですけれども、太郎さん。で、そこでですね、その暗号化を、まず太郎さんが自分が書いた、メッセージを暗号化するのに、暗号化の鍵というのがあります。で、太郎さんはこの暗号化の鍵を使って、メッセージを暗号化します。で、メッセージを受け取った花子さんは、複合の鍵と呼ばれるものを使って、この複合と呼ばれるもの、複合によって、元の太郎さんが書いたメッセージが読めるようになるというわけです。で、ここにいる人は盗聴者ということなんですけれども、この暗号文は、本来はその複合鍵を使って、元のメッセージを戻すんですが、複合鍵を使わずに、無理やり暗号文を読もうから、元の文を読もうとすることを解読というふうに。で、そうしますとですね、一つの問題としまして、この紙をどのように渡すかというのが問題になります。で、例えば、先ほどのシーザー暗号の場合ですと、シーザー暗号の鍵というのは何かというと、文字を何文字ずらすかという、そのずらす文字数が鍵の役割を果たすわけです。で、普通はですね、この暗号化と複合化に使われる鍵っていうのは同じ共通な
ものを国に使うことが多い。これを共有鍵暗号と言います。先ほど資産号なんかのように、例えば、3文字ずらして暗号文を作って、暗号文から3文字戻して元の、メッセージを得るという。その暗号化と複合化の鍵は一緒だよ。そうすると、事前にですね、太郎さんから花子さんに暗号文を送るために、太郎さんから花子さんに鍵をどうにかして渡さなければいけないということだと思います。そうするとどうやったら安全に渡せるだろうかという申し上げているわけですね。例えば、太郎さんと花子さんがどこかで、待ち合わせをして、そこで直接渡すんだったら、それが一番安全でしょうけれども、直接会えるんだったら、そもそも暗号文を作って送る必要はないわけで、そうするとどうやったらいいかなという話。でそこで、実はその公開鍵暗号というアイデアが出されます。でこれは1976年にディフィーとケンマスの2人によって発表された概念なんですけども、この公開鍵暗号というのは2つの鍵の手を用意する。で、1つはその秘密ですね。例えば太郎さんだったら太郎さん、花子さんなら花子さんしか知らない鍵を。でもう1つ、公開鍵というのは、もう一つは公開。それは誰でも、取っていけるようにする。そういう2種類の鍵を作る要素なんです。で、これで一体何ができるかっていうのをちょっとこれからしていきます。まず、暗号化の場合なんですが、今回、花子さん、まずですね、この花子さんが、秘密鍵は自分で持っている。これは花子さんの秘密。で、花子さんはこの公開鍵を太郎さんに渡します。これは花子さんの公開鍵です。で、太郎さんは、花子さんの公開鍵を使って、このメッセージを暗号化します。この場合、この花子さんの公開鍵というのは、このメッセージを暗号化するのには使えるんですけど、複合化には使えないという特殊な性質を持っています。ですので、公開してもよいですね。太郎さんが花子さんに送りたいメッセージを暗号化できるけど、太郎さんは複合化できない。他の人も複合化できない。複合化するためには、花子さんしか持っていないこの秘密鍵が必要。このシステムであれば、安全に暗号化して情報を伝達可能であるということになります。でもう一つ、この公開鍵暗号を認証に使える場合ですね。これはどういうふうに使うかといいますと、今度は逆に、花子さんから太郎さんに何かメッセージを送ろうとするわけですね。でそこで花子さんはどうするかというと、今度はその自分の秘密鍵を使って、この自分のメッセージを暗号化。で今度は、先ほどとちょっと、いろいろ説明が異なるんですけれども、この花子さんの秘密鍵で暗号化されたメッセージは、実はこの太郎さん、花子さんの公開鍵で複合できるという性質を持っています。で、この暗号文というのは、その花子さんの公開鍵でしか複合できませんから、だから、この暗号文が花子さんの公開鍵で複合できて、ちゃんと読める文章になったということは、この暗号文は花子さんによって暗号化されたということは保証できる。すなわち、このメッセージは、花子さんの送った情報で、かつ改ざんされていないということが想像される。そういう意味で、この認証という役割を果たします。実は、この認証の役割というのは、これから多分非常に重要になると思うんですけれども、多分、まだ皆さん、そうですね、あんまり、例えばその、お役所にこう文章を出すとか、それから、いうのは、皆さんも多分転入届なんか今まだ紙で書いて出したりとかしたと思うんですが、例えば最近ですね、確定申告、税金の確定申告なんかは電子的に行うことができるようになっています。で、そういうですね、そういう行政手続きなんかを電子的に行うには、その、作った資料ですね、例えば書類、例えばその確定申告の書類なんかは第三者によって書き換えられたら困るでしょう。それともう一つは、例えば私が確定申告したものがですね、他の人が確定申告した、ね、というふうにこう申告者が変わってしまって、次変わってしまっても困る。
そうしますと、例えば僕が確定申告でした書類が、僕が確実に行ったもので、かつ、誰にも改ざんできないということを、何らかの形で保証する必要がある。でそういった時にも、多分こういう公開管理暗号を、こういう認証が重要になってくると思いますので、まあ、こういう技術もこれから、ますます使えるようになると思います。で、まあ、ただその、言ってはみたものの、なかなかその、じゃあそういう暗号ってできるのかっていうことは、疑問視された向きもあったみたいなんですけども、実はその、公開管理暗号方式というのが、そして、国の中に登場したのが RSA 公開管理暗号と呼ばれるものです。でこれはその、まあ、ジョン・ボルマンが発表し間もなく、1977年に、リベスとかサミュールとエルマンという3人の、まあ、頭文字、名前の頭文字を RSA という名前になったんですが、よって、まあ、公表された、初めての実用的な公開管理暗号として知られています。でちなみに3人はですね、この、RSA の公開管理暗号を作ったことで、まあ、ACM というアメリカの計算機学会の、まあ、チューリング賞というのを受賞しています。実はこれ、コンピュータサイエンスではノーベル賞に匹敵するような、賞を受けています。その賞の名前は先ほど、その暗号解読でも活躍するチューリングの名前を取っています。で、今日の授業の残りの時間では実際にこの RSA の公開管理暗号を使った、暗号化と複合の、例をやってみましょうという話です。でまず、それには、下準備をいくつかします。下準備といいましても、これは基本的に数学の話なので、数学的な下準備になります。でまず最初に、通信に使う文字と符号を決めます。これはですね、その実際に、まあ、皆さんが送るメッセージは多分文字だと思うんですけれども、この RSA に、使われるのはその数の、計算になりますので、その、まあ、文字に当たるものを、数で表さなければならない。そこで、まあ、文字を使う文字を決めるわけですね。そこではその、まあ、アルファベットの大文字、AB から A から始まって Z までの大文字と、それから空白という27種類の、まあ、空白も一文字と数えますので、情報としては一文字と数えますので、27種類の文字を使えることにします。で、それに対して、この符号というものなんですが、これは、この文字ですね、個々の文字と1対1に対応する、自然数を、まあ、ここでは自然数を決めます。だから A を、A に1を対応づける、B に2を対応づけるとして、まあ、最後、空白の文字と27という数字を対応づけるということで、話を進めましょう。で、まあ、次からその RSA の、まあ、数学的な形式化の話も書いていきますが、3つの数、P と Q というのを決めます。この P と Q というのは2つの素数としまして、N は、P と Q の積とします。これの条件は、この P と Q の積である N が、先ほど決めた符号の最大値を上回るように、先ほど決めた符号の最大値は、この空白文字に対応する27ですから、この素数 P と Q の積が27よりも大きくなるような P と Q を決めるということで、ここでは例として、まあ、P を3、これ素数ですね。それから Q を11、これも素数です。で、N をこの P、3と11の積で33というふうにします。で、次にまた、新しい数としてラージ L という数をでこれは、P-1 と Q-1 の最小公倍数というものになります。で先ほど P は3で Q は11でしたので P-1 は2ですね。それから Q-1 は10です。で2と10の最小公倍数ですから、その場合10になります。で、ラージ L を10とします。まだちょっと準備が多いんですけれども、スモール E という数が多いです。でこのスモール E というのは、ラージ L と互いに素でかつ
large L よりも小さな正の数数と。で、先ほどの図は、10としましたので、10と互いに沿っていうのは、その、10と、まあ、公約数もないですね。ですので、まあ、3であれば互いに沿っている。しかも10より小さいですから、スモール U の方が違います。で、多分これがサインもなかったと思いますが、スモール D という数を決めます。で、これはですね、ちょっと、まあ、皆さん見慣れない記号があるのかもしれませんが、E×D が、数学ではこれ10を行動して1に行動っていうんですが、要は何かというと、まあ、今 E がつかないですね。で、D を3倍して10で割った時に、余りが1になるようになったというのを、スモール D としますで、まあ、これ、数学的には、パッと計算する方法はあるんですけれども、とりあえず、どういうふうにするかっていうと、結論から言うと、D を7と置くんですね。そうすると、3×7 って、E×D は 3×21 になりますから、21を10で割れば、余りがちょうど1になります。ということで、スモール D はここでは7と置きます。で、ここまで来て、ようやく秘密鍵と公開鍵を決めることができます。で、秘密鍵は今まで作った数の中から、N とスモール D の組み合わせです。ですね、今回は33になっています。それから公開鍵は、N と、スモール E の組みとしますので、この場合は33と3という、数の組みになります。で、これを用いて実際に通信をしてみましょうということで、太郎さんから花子さんに、まあ、つくばという、文字列を送ってみましょう。まあ、非常にベロです。で、まず、太郎さんから太郎さんに、まあ、公開鍵を教えるわけですね。先ほど決めた公開鍵で、まあ、33と3の組ですよというふうに、教えますので、で、そしたら今度は、この太郎さんが、先ほどつくばというメッセージを暗号化するわけです。でそれが先ほどなんですけれども、例えば、最初の T ですね、まず文字を符号に直します。でこれを符号化と言います。で最初の文字の T ですと、例えば、先ほどの符号で20になります。で、次のステップ、が、なんですが、先ほどの花子さんの公開鍵を使って、この符号を E 乗して N で割って余りを問題です。この T の場合ですと、符号が20でしたから、20でして、で、E は3でしたから、ここでは20の3乗です。20の3乗を計算です。そうすると8000になります。8000になりますが、これを、N で割った余りですので、N は33ですから、8000を33で割ると、余りは14になります。で、この14というのを、文字に直すことで暗号化が行われます。そうしますと、先ほどの太郎さんの、メッセージで T という文字が暗号化されて N という文字になりました。で、同じことを、残りの S とか U とか K とか D とか A についても繰り返します。まず、それぞれの文字をこう符号に直します。それぞれの数を3乗する。で、3乗したものを33で割って余りを求める。余りを求めてたものを今度は、元の文字に戻すと、まあ、こういう形の暗号文になります。で、これを、この暗号文をですね、この花子さんに送るわけです。で花子さんはその暗号文を受け取ったら複合をしなければならないんですが、その複合は次の手順で行います。まず、最初ですね、この暗号文の頭の N から、この N という文字を符号に直します。そうすると、14という数字になります。で今度は、花子さんは自分の秘密鍵を使います。自分の秘密鍵で使って、この符号14を
点で割ったら割れます。この場合です と、D は4ですから、14を7乗する。そうするとちょっとでかいですけど、こういう数になります。でこれを、N ですから33で割った余りを割ると実はこれ20という。でこの20を文字に戻す。これを複合と言いますが、そうしますとこの T という文字に戻ります。で同じことをこの太郎さんから送ってもらった暗号文の残りの文字についても計算します。まずそれぞれの文字の符号を求めまして、まあ、こういう形になりますね。で今度はこれを7乗する。そうすると、まあ、それで、まあ、こういうちょっと大きな数になりますけれども、でこれ7乗したそれぞれの数を今度は33で割った余りを求めますと、こういう数になります。で最後に、これらの数に対応する文字ね、符号しますと、つくばという文字列が、出会えるということで、無事あの符号が終わりました。でこれは以上のことで、結局、太郎さんが送るイラブの元々のメッセージが、このような形で暗号化されて、花子ちゃんのところに届いて、ちゃんと見られたということをやります。で、なぜ正しく動くかという話なんですが、これはこれでまたちょっと説明に時間がかかります。でスライドを何枚か、用意して非常に興味的なところでそのスライドを書いておきますので、これは興味がある人はまた各自、この授業はした後で家なので、読んでみてください。それから一応この資料 の最後のページにですね、参考文献が載せておきました。これは実際に僕がこの資料を作る時に使った参考文献ですけれども、RSA の詳細参加の方法についてはこれ以外にもいろいろと参考書があると思いますので、興味のある人は、見てみてください。で一つ、そうですね、皆さんに、知ってもらいたいのは、今の RSA 公開管理暗号のところは、この SSL に書かれています。これは全部の暗号通信というわけなんですけど、この SSL の一部ですけれども、少なくとも、1回通信システムに、最初1回ぐらいは伝えると思いますので、ですので、まあ、皆さん、これから、ついにどうするかときに、この RSA、どうも使ったか。思い出すかどうかわかりませんけれども、まあ、こんな風に考えてみるのも意味があると思います。さて、ここまででの話をですね、聞いて多分皆さん疑問に持つことがあるんじゃないかと思うんですが、本当的に計算機の話かな、なんか今日の話は解析や代数の話ではないかというふうに思われる人もいるかもしれません。実際それはそうです。実は計算数学のいろいろな問題っていうのは、他の数学を使ってアタックするものが多いです。一応、そうですね、今日、数学の、ここの数学専攻の4分野というのを出しましたので、それぞれの代表的な問題を、挙げていましたけれども、例えば代数学を使う、例えば暗号とかですね、それから、計算代数や数式設定代数とか、それから解析を使うものとしてはシミュレーションですが、数学学校。それから幾何学なんかですとグラフリーダーの話もあります。それから、数学統計学を使うものとしては機械学習。あと、数学書を使うものとしては、機械を使ったその証明ですね。それから計算機の正当性を調べるなんていう学問もあります。で、こんなふうにその計算機数学というのは、いろいろな分野がありますけれども、いろいろなその数学をベースに、計算機を使って、新しい問題にチャレンジする、こともたくさんあります。ですので、計算機の数学をこうやろうと思いますと、数学的な、素養が重要になってきます。ですので、皆さん、卒業研究
は多分大学4年の時にこういろいろ自分のそれぞれ興味を持つ上での卒業研究を選択することになると思います。でその際にその計算基礎学をやってみようという人も出てくると思いますけれども、くれぐれも1年から3年までの数学はちゃんとしっかり勉強してきてほしいと、多分そうしておいた方が、計算基礎学のいろいろ内容を理解するように役に立つと思いますし、あと、いろいろその、ま、いろんな問題を読んだりとか勉強したりとかするような可能性もいろいろあると思いますので、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。で、一応今日の僕の話はこのぐらいですが、まあ、これからあと9回ですね、まあ、いろいろな先生方がいらして話をしてくださればと思いますので、ぜひ、話をしていただきたいと思います。